品質管理において大切なことは、まず事実を知ることです。そして事実をきちんと知るためには、信頼できるデータを取り、そのデータを分析しなければなりません。しかしデータの取り方が誤っていたり、データを分析する方法が間違っていれば、その結果も事実とは程遠いものとなってしまいます。辻本さん、何やってるんですか？いや、ここのところちょっと不良が多いから、データをグラフにしてみたんだけどね。へえ、これって何を調べるためのものなんですか？え？いや、たまたま毎日取ってたデータがあったから。データを取るにあたっては、何のためにそのデータを取るのか、目的がはっきりしていなければなりません。目的のはっきりしないデータや嘘のデータは百害あって一利なし。もし行動に結びつかないものであれば、データを取ること自体やめた方が良いでしょう。データを取る目的としては、現状を把握するため、工程を調節するため、工程の管理のため、原料や製品の検査のため、工程の解析や改善のためなどが一般的です。皆さんも身の回りで取られているデータが何のためのものか、その目的を見直してみてはいかがでしょうか。またデータを取る上で押さえておかなければならないのが、係数値と計量値です。係数値とは1、2、3と数えて得られる値のことで、例えば不良の発生件数、製品についた傷の数、事故の発生件数などが係数値になります。一方、計量値とは製品の重さや長さなど計測して得られる値のことで、データは連続的なものとなります。この係数値、計量値の違いによってデータの分析方法もおのずと異なってきますから、どのデータにどの手法を用いるのか、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。